電動歯ブラシを買うかで迷い続けているジュゴンです。買った方がいいでしょうか。さあ、週刊 FP のランキング紹介していきます。こんな感じで毎週紹介やってるので、ぜひチャンネル登録高評価の上毎週チェックしてください。今回のメンバーはこんな感じとなりました。ブースターは昨日予告されたルイス・ディアスとハフィーニャ、そしてアンギサだね。想定の範囲外から来た選手もいますが、今回のガチャ評価としては、まあそこまで先週先々週よりは絶対級みたいな選手はおらず、ちょっと評価は下がりましたけど、まあ十分引いていい、引けたら嬉しい、そういう選手は入ってるんで、そういう選手がいたらね、獲得目指してください。ヌネス、カタモ、ナイレズ、この辺は FP の登場回数も少ないから希少性はあるし、しっかりブースターがついた3名にニック・ポープはなかなかいいし、コレアが来てくれたね。欲しいところあれば確保しに行くのはありだと思います。無料含めて4回勝負するか考えてみましょう。ということで早速ランキングいきます。第11位はメイトランド・ナイレズ。2度目の週刊 FP 化されました。今回も右サイドバックで攻撃的。能力はっていうと、プラス3補正あればしっかりとスピード瞬発は90乗るし、爆速のサイドアタッカー、まあ、足元とかも80は乗るけど、じゃあガチスカでって考えたら、まあ、なかなか起用は難しいかもね。ライバペテとイーシューにベンチに入れて、いろんなポジションのサブ的な要因としてはいいかもしれません。スキルは一応大量変更入っていて、ワンマークチェイシングインターセプト。第10位も2度目の FP ジェニカタモ。こちらも補正入ればスピード瞬発90乗ったり、キック力や足元の高さは魅力かな。今回チャンスメーカーに変更されてるんですが、普段はボックス2ボックスなんで、まあ、ちゃんめちゃなくてもよかった感。両サイド両ウィングなんかがこなせるんで、まあ、サイドあるフォーメーションを使ってれば両方で使える便利屋さんとしてはいいですが、波普通、逆足普通、サイドだと全てちゃんめ発動含めると、まあ、ちょっと厳しいかな。スキルは今回3つ追加なんですけど、優秀な5つのスキルを選べと言われたら、まあ、これつけるかもしんないというね、攻撃的なものがつきました。第9位は週刊は初登場フェルマン。現実結構活躍してますが、なかなか来なかった大型のミッドフィルダーボックス2ボックス。普段はプレーメーカーなんでプレースタイルの変更が入ってて、パス能力が優れるタイプだね。まあ身長あるんでフィジカルとか守備とかもうちょっと数値高ければバランスよくって感じだったんですが、まあ、ボックス2ボックスでここまでパスが高いのはちょっと珍しいタイプかなっていう感じ。スキルは空いてたところにワンタッチシュート、まあ、初期からワンパスレパブロッカーやインターセプターは持っていたんで、シンプル追加ですが悪くないでしょう。攻守で活躍できるスキルがつきました。第8位はセンターバックサウルココア、初 FP ですね。188cmのセンターバック、あと中盤も一応こなせます。能力はプラス3補正入るならば、守備能力もまあ80後半、ボール出しは90乗るし、フィジカルなんかも優れてて、スピードもあるタイプだね。スタミナも悪くないでしょう。セットプレーの数値高いね。もちろんイタリアのイベントで使える点も、今まで紹介した選手、オランダ、ポルトガル、フランス、リーグイベントが来ないんで、使いどころがあるっていうのは、個々の魅力かもしれません。まあスキルは若干寂しいかな。超攻撃的なんだよね。中途系持ってます。今回追加されたところで言うと、マンマークやスライディングは非常に嬉しい部分で。第7位はマテウス・ヌネス。中間としては2度目かな。チャンピオンズリーグで過去出てるかな。今回左のミッドフィルダーでチャンスメーカー変更。また新たなヌネス来ましたね。普段はボックス2ボックスなので、まあ、個人的にはボックス2ボックスの方が好きです。まあ CMF で無印で使うんでいいんですかね。こちらも身長があるタイプなんですけど、まあ、フィジカルはちょっと低め。ディフェンス数値もまあ高いとは言えないと。まあ大体80ぐらいの数値で。その分、まあ、スピード瞬発がサイドハーフになったことでかなり伸びていると思うんで、89。爆速の中盤とか欲しいのであればいいかもしれません。あとスキル追加は今回スルーパスとスーパーサブなどを手にしたので、いいね、途中から出してあげるとより輝きそう。ワンパスルーパの最低限のスキルもいい。ちなみにスパサブって言えばここからプラ5とか入るイメージだと思うんで、スピード瞬発もまあ90超えるようなイメージで使えます。第6位マルクス・テュラムは今回デコイランからラインブレーカーでした。あれラインブレーカーなんですね、動き。やっぱり波大きいはちょっと気になるものの、インテル所属でライブアップ出ても比較的乗ることを考えたら、そこは緩和されるかなという感じ。頻度がやや低が、フォワードの選手としてどう評価されるかっていうところ、私はちょい苦手です。85、90ラインを超えてくるような数値持ってますが、身長192センチなので、ボール持った時にこのスピード感っていうのを感じられるか、難しそうですね。まあ逆に空中戦の強み、その辺を活かした攻撃される方は、もともとサイズ、上背あって、フィジカル強く。空中戦で負けないテュラムなんかは結構魅力はあるんじゃない。クロスとかロングボール、その辺を対応する方はありだと思います。ちょっと得点力低め。スキルはシンプル1周追加。ダブルタッチが欲しい方多いかなと思って、ちょっと順位が上がりませんでしたが、大型の中盤の選手何人かいましたが、その中でも最も順位が高い第4位はフランク・アンギサ。今回ブースター対応になってハードワークのブースターがつきました。ナポリ自体はあんまり調子良くなさそうではあるけど、まあ今後に期待かな。ライブアップデートの影響がこれぐらいどれぐらい乗るかがポイントだよね。
で、能力はっていうと攻守バランス型のボックスというボックス、特に今回ブースターが乗るフィジカル、アグレッシブネス、この辺は90乗ってスタミナも90超えるような数値に、しっかりとスピードあって守備能力もトータルバランスよく、足元やパスもしっかりと強化された、ほんとバランスよく整えましたよっていう能力です。中盤に高さとバランス感、能力を求めるならかなりありだと思う。略足普通と波普通と、この辺がどこまで許容できるかかな。あとはスキルかな。スルーパス持ってないんだよね、残念ながら今回つきませんでしたが、ヘッダーやバトしっかりこの辺の2つのスキルはつきました。どうしても中盤とかも高さ、空中戦のバトルっていうのは起きやすいので、この辺のスキルを持ってるのはいいね。第4位はハフィーネですね。今回左のミッドフィルダーに変更されて2列目からの飛び出しになりました、まあ、しっかりとバランスはいいし、ハフィーネの特徴はしっかりとパスまで強化されていること、もともと高いんかな。しっかりとこの辺の強化が入っているところがポイントで、できる範囲がちょっと狭く、3つのポジション、しかもサイド限定になってしまうのがフォーメーションとの噛み合い、その辺がいいか、そこがポイントですかね。サイドから切れ込んでチャンスメイクする、得点に絡む、そういうプレーは得意そう。せっかく2列目になったんで、左ハーフとかで使ってあげるのも一つ手かな。気になる数値としてはボディコンがちょい低め、補正乗っても80超えるぐらいなんで、ちょっと低めになっているのが気になるんで、ウィングとかよりもサイドハーフでフリーのポジションでなるべく起用して、体の接触とかがない方がキープしやすそうですから、ね、そう考えるとやっぱ左サイドハーフに置いて飛び出してフリーでクロス上げたりシュート打ったり、そんな感じがいいかな。今回はストライカーセンスのブースターになっていて、得点力周りが伸ばされています。スキルで言うとこんな感じ。今回追加されたところはワンシュートピンクロ、なくなったところもまあありますが、大したことはないんですが、まあ、ちょっともうちょっと欲しいスキルはあるって感じ。第3位はルイス・ディアス。できるポジションがハフィーニャと同じなんですけど、利き足が逆なんで、まあ、どっち好むかみたいなところと、ハフィーニャはパスが優れてましたが、ルイス・ディアスはフィジカルが優れてるんで、まあ、本当どっちを好むかのレベルかな。3位と4位はお好みです。こちらは身長180センチあり、まあ、フィジカルなんかも強みがあるタイプ。ボディコンはちょっとこっちも低いね。今回エアバと空中戦の部分がすごく伸ばされるんかと思いきや、そんな伸びてなかったですね。しっかりとしたスピード瞬発やドリブル周りはさすがの高さあるし、パスや決定力も結構高く、今回はシュートのブースターになりましたね。こちらもスキル根下ワンシューの追加、まあスキル追加がちょっと豪華だったんで、こちらを上としました。ただエアバトは使わんかったんだよね、フリーだったからかな。第2位アンヘルコレア。今回はラインブレーカー変更が入っています。小柄なラインブレーカー、逆足もうまいし扱いやすさとかはある選手で、フィジカル70のせいしっかりとここもクリアしてくれましたし、パスもまあこちらも80ぐらいになるんだよね、レベルが高い。補正乗ればスピード瞬発も80後半、ドリブルは90乗り、決定力も90乗ってくる、結構レベル高いなって思いましたし、守備能力の上がり方もなかなかいいよね。まあ波こそ普通ですけど、ライブアップデート乗ってれば、かつイベントも対応されるから、イベントで使うそんな機会も多そうだし、当たりの選手と言えそう。今回のスキル変化はシンプルな闘争心だけの追加ですが、初期からダブルタッチ根下ワンシュースルーパーウスピとか便利なスキルは揃ってたし、そしてスパサブ、詰まるところここから能力5ぐらい上がると考えたら結構強そうだなと思いますね。途中から出してあげればかなり輝けそうだし、小柄なんで子猫ね感とかうざそうですね。今週非常にクオリティ高い選手の一人と言っていいでしょう。そして今回の第1位トップはニック・ポープにしました。数値自体はまあぼちぼちかな、最近のキーパーの傾向ならまあこれぐらいはやるよねっていうような数値で、まあ補正入ればしっかりと全ての数値80以上で、リフレクティング、コラプシングしっかり90乗るという素晴らしい数値だね。波小さいと198センチで、ポイントにしたいのが、今通常って攻撃的 GK なんですけど、攻撃的 GK で198センチで、まあ、波小さいで、まあ、ライブアップデートがねどれぐらい乗るかわからないけど、今 B 固定でこれぐらいある身長の選手って攻撃的だといないんだよね。守備的は結構何人かいますけど、そういうところを意識して強化しました。ドンナルンマよりもちょっと身長高く、今考えうる攻撃的 GK で能力がしっかりと乗る選手で、このサイズ感の選手はもういないかな。全てを手にしたニック・ポープ、これはなかなかいいよ。プレイスタイルが好みかどうかの判断だね。まあ B 固定で守備的の方が好きならチェフ・シュバイケルでいいけど、本当は攻撃的 GK で安定したキーパーを使いたかったという方はポープありかもしれません。あとこの選手いいところは、今回低弾道がしっかりとついてきたこと、ここがつくかが今回ポイントだったと思うんですが、しっかりとついてきたので1位にしました。ついてなかったら多分4位ぐらいでした。ということで、まあキーパー足りてる方はね、他の選手と順位を入れ替わる形で、まあコレアとかハフィーニャ・ヌネス、FP にあまり来ていない選手などが欲しいという方は、ぜひ勝負していいんじゃないですか。大型アップデートも近いので、コインの使い方ご注意ください。